はい、こんにちは。すごかったです。皆さん、その前にすいません。一つ言いたいことがね、皆さん、夏休みどうお過ごしですか？まあ、皆さん楽しんでますか、夏休みね。今日はですね、ちょっと、ポポンデッタの津だるまの方に行ってきました。だからですね、ちょっと雨と雷がすごくてですね、電車の近くに雷がボーンと落ちて、ちょっと混乱したんですけども、電車近くで雷がボーンと落ちて、すんごい音が鳴って、ね、ちょっと、ね、ちょっと混乱したんですけど、まあ、お客さんもね、バタバタして、ふざけんなよ、みたいになってましたね。まあ、止まりはしなかったんですけど、すごい音でしたね、すごい。窓から、あんなにびっちゃびちゃで大雨降ってる中、僕は電車乗ったことはあんまりありません。初めてということで、で、今日はちょっとね、タイトル見ればわかると思うんですけども、はい、なんと、はい、とある車両を買ってしまいました。ちょっと待って、三脚がありません。ちょっと待ってください。すいません、ちょっと一回止めます。はい、皆さん、急にアングルが変わって、皆さん、ちょっとびっくりしたと思うんですけど、はい、それでは本題の範囲入っていきましょう。はい、ポポンデッタですね。はい、ポポンデッタさん、ありがとうございます。こんな感じで開けていきましょう。もう持って帰ってくるときにちょっと箱がやられました。はい、今日の買った電車は、こちらです。じゃん。ごめんなさい。加藤、205系、横浜線、シングランファンタですね。シングランファンタですよね。多分これは、更新前は多分七型ファンタだったと思うんですけど、これは、リニューアル車っていうのかな？わかんないですけど、ちょっとよくわかんないんですけども。シングランファンタ付きってことで。まあ、多分、七型だと思うんですけど、多分これリニューアル車ってことですね。再販されたやつ。はい。では開けていきましょう。すいません。アングルがちょっとマジ。三脚。じゃあ開けていきましょう。よし。はい、では開けていきます。じゃあ。はい。こんな感じ。いや、まあ、パッケージはいつも通りですね。ちょっと三脚の奥歯がマジでない。でも手で取ります。はい、じゃあ開けていきましょう。はい。はい、開けていきます。はい、こんな感じです、中身。うわー、すげえ、これ幕だ。幕式じゃねえかよ。あ、でも待ってよ。これあれですね。側面だけは、あれなんですね。原稿掲示になってるわけです。で、ピントが、はい。でもすいません、もう、買ってから、もうつけちゃいました。シールはちょっとつけちゃいました。はい、ってな感じで、見ていきましょう。はい、もういつも通りです。では、先頭車から見ていきましょう。ちょっと車輪が汚いですね。すみません。側面こんな感じです。ピントが合わない。やばい。ちょっと待って、やばい。雨のせいで、やられたかも、携帯。ピントが合いません。はい。はい。ちょっとマジでピントが合わない。何だろう。すみません。僕読みますね。クハ20204の、85って書いてます。はい。まあ本当に変わらないですね。最強線僕持ってるんですけども、本当に顔は変わらないですね。変わったかっていうのはちょっと違うなっていうのは膜ぐらいですかね。膜がついてない、ついてるぐらいのものですかね。はい。はい。もう買ってきてから、今回開封すんの結構もう何回目だろう。もう2回目です。試運転してます。はい。はい。6扉しかついてますね。はい、よくわかんない。あれ？これちょっと待って、これ209ですよね。これ車体。多分これ元209なんじゃないですかね、なんだっけ、この6扉車って多分これ、僕209系の6扉車持ってるんです。ちょっと待ってください、ちょっと一回、見せるんで。はい、はい、多分ですけど、この6扉車、ケイントーク線の6扉車と、この205系の6扉車、多分一緒です。多分車体一緒だと思います。見てください、これ。これ、ほぼ一緒ですよね。で、クーラーの、長さとか、あともう僕が、お店で見て、結構すごい驚いたのが、見てください、これ。車輪が一緒なんです。これが多分もう鍵になってるわけじゃない。これ、どう見てもこれ、205系の車体じゃないですよね。この6扉車の。このさ、車輪ってどう見てもこれ、205系の台車じゃないですよね。どう見ても。これさ、209ですよね。はい、ほら、見てください。ほら、車輪一緒です、多分。このカペラは多分トピックスだから違うだけで、車輪多分これ一緒です。見てください、ほら、205系の車両と比べてみると、これが本物の台車です。はい、見てください。台車が全然違います。ほら。多分これ、元209の車両なんじゃないですかね。ちょっとよくわかんないですけど。多分ですけど、ここの扉の形が変わっただけで、変えただけで、多分中は多分一緒なんじゃないですかね。あと、釣り革の色は多分、茶色の209系の、205系の色にして、まあ多分、車内は変えてると思います。はい、では行きましょう。3号車、行きましょう、まあ。特に変わりはないですね。はい。
あ、めめめ。ぶっ壊さないように気をつけましょう。買ったばかりの電車なんで。はい、続いて、こちら4号車、4号車、中間車ですね。パンダグラフついてますね。パンダグラフ。パンダぶっ壊さないように気をつけましょうね。パンダグラフついてますね。まあ、特にそんな変わんないかな。はい。続いて、あれ、ちょっと危ない。これ、ぶっ壊れやすいんですよね、このカプラ。気をつけて使いましょうね。あと、ちょっと、あの、はい、続いて、5号車ですね。5号車です。中間車です。あれ？モーターなくね？ちょっと待ってください。モーターがありません。あ、モーターあるじゃん。うわ、ちょっと待って、雷鳴ってるぞ。おいおいおい、ちょっと待って、せい。はい、落ち着いて。はい、はい、あ、やばい、言ってることがちょっとよくわかんなくなってきた。はい、すいません。雷でちょっと頭狂ってますね。すいません。結構慌ててます。はい、次が、6号車です。6号車モーター。はい。行きましょう。はい。はい。モーターなんで重い、ずっしりきますね。特にそんなに変わりはないです。はい。続いて7号車行きましょう。はい。7号車。パンダグラスいきますね。はい。開けてこないですね。で、最後部の車両ですね。8号車。はい、8号車ですね。特にそんな変わりはないです。はい、感じですね。はい、また今度ね、あの、走行動画出すので、それをそちらもぜひ見てください。という感じで、今回の動画終わります。さよなら。